皆さん、こんにちは。ジャズベーシストの権丈靖です。お元気でしょうか？僕も元気です。僕の住んでおります、このニューヨーク市ですけれども、3月のね、ロックダウンから実に4ヶ月を経て、先週の月曜日、7月20日に経済再開の第4段階に入りました。で、そのニューヨークのクイーンズローカルの模様を先日の動画でお伝えしたんですけれども、ちょうどね、そのタイミングでマンハッタンのセントラルパークに行く用事がありましたので、その様子を撮影してきました。で、このセントラルパークは1ヶ月前の経済再開第2段階に入った時の動画もありますので、ぜひそれと今回の動画を見比べていただけたらなと思います。では、どうぞ。はい、まずは地下鉄の駅の様子ですけれども、これはね、同じ駅を前回もご紹介したんですが、その時はね、もう人っ子一人いない状態で、非常になんというかね、独特の雰囲気だったんですけれども、今回はご覧のようにそれなりにね、人がいて、で、電車をみんなね、こうやって待ってました。お、そして電車がやってきましたね。これ N トレインという線の電車です。では早速乗り込んでみましょう。車内の様子はね、こんな感じですかね。それなりに乗客はいるんですけれども、そこまでね、多くはなくて、で、座っていても隣の人と肩が触れ合うようなことはない感じです。はい、では階段を上って地上に出てみましょう。しかし本当にね、このジンバルが便利で、この階段を上るのなんて結構な振動なんですけれども、おかげさまでカメラのね、揺れが少ない映像が撮れてます。というわけで、こちら、ご存知トランプタワーや高級ブランドが立ち並ぶフィフスアベニュー、5番街です。こうやってね、高い建物がたくさんあって、まさにマンハッタンって感じがしますね。で、このカラフルな屋台は、ベンダーと呼ばれる、ニューヨーク名物のね、移動販売車ですね。これもね、外出自粛中は数が少なかったんですけども、今やだいぶ元に戻りました。それではセントラルパークに入っていきましょう。今回はね、前回とは違う入り口から入っていきたいと思います。公園の南東部ですね。まずはこういったゆったりとしたね、歩道とベンチのエリアになります。ああ、芝生の方ではね、寝転んでる人もいますね。お、このマッチョの人たちは、ダンベルで筋トレ中ですかね。あ、そしてこうやって家族連れがちょっとピクニックっぽいことをやってたりとか、みんなね、思い思いに時間過ごしてます。今この奥の方に門が見えますね。これはセントラルズー、動物園の入り口で、あの奥の方にね、歩いていくと動物園があるんですけれども、今回のこの経済再開の第4段階で、動物園、植物園などの感染リスクの低い屋外での芸術娯楽施設の営業が許可されました。で、ブロンクスズー、セントラルパークズー、クイーンズズー、プロスペクトパークズーなどの動物園は、24日から収容人数の3分の1の制限で、屋外での展示のみ営業が再開されました。また、プロスポーツは無観客で開催。で、テレビやね、映画の制作も許可されました。ただ、ジムやモール、映画館、水族館、美術館と、レストランの屋内ダイニングの営業は未だ許可されていません。はい、そしてこれは今ね、公園を縦断するイーストドライブという道路を北に向かって歩いています。この道をね、自動車はもちろん馬車も通りますし、サイクリングしている人もいれば、ウォーキングしている人もいます。で、この右手側にはたくさんの車が止まってるんですけれども、あれはね、パークの関係の車 で電気自動車になってまして、で、電気自動車の充電スタンドにつないでチャージしている状態です。で、この左手側が前回のセントラルパークの動画で、あのカモのいたね、池のあたりになります。お、前の方から来たのは公園の職員が乗ってる小型車ですね。で、彼らはあれに乗って、公園内のいろんな作業を行ってます。そしてだんだんと賑やかになってまいりました。こんな感じでね、公園ではたくさんの人々がジョギングやサイクリングに励んでいます。この日もね、摂氏30度超えの暑い日でしたが、たくさんの人が頑張ってました。
そしてこちらザ・スタチュー・オブ・ザ・モールというエリアにやってきました。ご覧のようにね、結構人通りがありますよね。まあ、やっぱり第4段階に入ったし、もう夏本番ということで、だいぶ1ヶ月前よりも賑やかになってます。で、見る限りね、ツーリストも多くいた印象なんですが、で、今ニューヨークは他の感染が拡大している州から入ってきた人に2週間の自主待機を要請してるんですけれども、まあ、それをちゃんと守ってくれているか、まあ、それ以外のね、地域から来た人たちであることを願いたいですね。で、これは立派な花壇ですけども、オルムステッドフラワーベッドと呼ばれるもので、まあ、季節によってね、いろんな花が咲いていて、とっても綺麗な花壇です。そしてこちらの方がクリストファー・コロンブス。大航海時代に初めてアメリカ海域に到達したヨーロッパ人ですね。で、このエリアにはね、そういったアメリカの歴史的な人たちの銅像がたくさんあります。それではまた移動しまして、前回のね、セントラルパークの動画でもご紹介しましたベセスダテラスに入っていきましょう。で、ここのね、クラシカルな雰囲気が僕本当に好きなんですよね。で、特にこの壁の雰囲気はとっても美しくてかっこいいんですよ。なので、ここで僕のね、この YouTube チャンネルのアイコンの画像も撮ってもらいました。では外に出ていきましょう。ここはね、日陰がなくて相当暑いんですけども、まあ、それでもね、ご覧のように結構な数の人がいました。では今回はですね、ぐるっと一周回ってみましょうか。はい、そして湖の方までやってきました。お、ここにもカモがいますね。この湖はそのものズバリザ・レイクと呼ばれていまして、結構大きいんですよね。で、この湖の西側にはストロベリーフィールズがあったりとか、で、湖のね、真ん中あたりにボーブリッジという橋があるんですけども、で、ここもね、インスタ映えポイントなので、ぜひ行かれた際は寄ってみて写真を撮ってみてください。そして噴水、ベセスダファウンテンですね。いや、本当にね、この快晴の下の女神様が絵になりますね。では階段を登っていきましょうか。お、ここでもベンダーが営業してますね。このベンダーは主にホットドッグやらプレッツェルやら飲み物の他に、名物のチキンオーバーライスなんてものも売ってたりするんですけども、正直ね、場所によって結構値段が違うんですよ。ぶっちゃけセントラルパークはめっちゃ高いです。やはりね、観光客が主なターゲットですし、で、裕福な人たちがセントラルパークの近辺に住んでたりするのでね。で、このベンダーによってそれぞれ味も違ったりするので、で、食べ比べてみると面白いと思います。で、どこそこのベンダーがうまいみたいなね、情報も調べたら出てきますんで。お、このサックスのおじさんは前回のセントラルパークの動画にも映ってましたが、この日も元気でした。よかったです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。
1ヶ月前のセントラルパークの動画と見比べても、まあ、だいぶね人の流れも戻ってきて活気が出てきたかなという感じがすると思います。まあ、まだまだ全く安心できる状況ではありませんが、まあ、ニューヨーク市はね低い水準とはいえまだ1日500、600、700人もの感染者が出てる状況ですけども、まあ、このままね減少傾向でいってほしいなと思いますし、まあ、カリフォルニアやフロリダなど1日1万人をね超えている地域も早く状況が改善することを願っております。で、日本の皆さんも引き続き体にお気をつけて、特にねこれから8月に入って暑い日が続きますんで、熱中症などくれぐれも用心していただいて、お互い元気でこの夏を乗り切れればなと思います。それではご視聴ありがとうございました。このチャンネルではこういったニューヨークの情報の他に、本職の演奏動画や音楽の話などいろいろな動画を発信していきますので、チャンネル登録していただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。お元気で。